こんにちは、みなです。いつも英語以外は一日ということをご覧いただきございます。このチャンネルでは年中毎日使う英語表現をクイズ形式をお伝えします。そして、皆さんがネイティブ発音をきちんと習得できるようにリアル発音記号を使ってお教えします。じゃあ行きましょう。今日は、ハルってどんな人ですかっていう時は何て英語で言うでしょうか。3秒考えてください。OK、では答えです。答えは、What's he like? でございます。この like は好きの方じゃなくて、のようですね。そして、発音いきましょうか。What's he like? What's he です。もうこれも he も h をちょっと落としちゃって、What's he? 昨日もやりましたね。変も h を落とすってやつ。それと一緒で、What's he? What's he? ってなります。What's he like? Like. OK, じゃあつなげて。What's he like? What's he like? What's he like? ちょ h 出してるつもりあるんですよ。ちょっと息をね、he って、って出す音じゃないですか。What's he? What's he? それが言いづらいから、What's he?What's he like? で、たまたま H を言おうと思ってんだけど、抜けちゃって音が出なかったみたいな感じですね。だから、成功したスカシッペみたいなもんですよ。皆さんわかりますよね。すっごいピンときますよね。不思議なんですよ。スカシッペのこの比喩がですね、実は一番英語では役立つんですよね。なので、これからもスカシッペの解説とかですね、スカシッペの比喩を使って、皆さんに分かりやすくお届けしますので、楽しみにしてください。OK! そして、What's he like? もうそのままでいいか。じゃあ、What's he like? もぜひです。皆さん課題を出します。やっぱり英語の勉強って、なんかただ表現学んで、あ、そっかとか思ってるだけじゃないですか、皆さん。僕もね、振り返ってみるとずっとそうやってやってきたので、ちょっとここで暇だし、ちょっと内容変えていきましょう。内容っていうかやること変えていきましょう。前回ちょっと妄想してくださいとかいろいろお願いしたんですけども、今回 What's he like?この he 誰でもいいです。まあ僕、誰も、僕みたいにお友達いない人は he で、he を僕に置き換えてください。What's Imran like? って言われているつもりで答えてみましょう。で、これ、日本語でもいいです。日本語でもいいから、誰でもいい。誰のことでもいいから自分が好きな人とか嫌いな人でもいいです。嫌いな人の方がね、いろいろ思いつくんですけど、それが、よくわかんない人、僕ですね、とかでもいいので、そういう人のことを、What's he like? って言われたらどう答えるか。まあ、he じゃなくても she でもいいですよ。What's she like? って言われたらなんて答えるかをちょっと考えてみてください。で、これ考えるっていうのはすごく重要で、結局皆さん英語勉強するじゃないですか。英語勉強して、僕セミナーずっともう十何年やってますけども、生徒さんで、これもうほぼ、ですね、なんていうんだっけ、例外なく言えるんですけども、話すことが出てこないんですよ。で、話すことがなんで出てこないかっていうと、話すことをそもそも考えてないから。で、例えば、What's he like? って、What's、まあ、日本語だったらすぐ出てくる場合も多いですよね。今なんてどんな人ですかって言ったら、とかでなんか適当に出てくるじゃないですか。で、What's he like? って英語で、僕のこと聞かれたらなんて答えます？すぐ出てこないんですよね。で、それなんですぐ出てこないかって言うと、まあ、そもそもあんまり考えたことがないからですね。自分の、受け取った印象とかを、まあ、英語にしたことがないから、そもそもなんて言おうかなっていうのがもう英語になると急にわかんなくなるんですよ。で、これ、単語が足りないっていう方多いんですけど、それ間違いです。単語が足りないじゃなくて、そもそも思いつかないんですよね。そもそもなんで思いつかないかっていうと、英語でそのことを考えたことがないからです。で、人間って今まで考えたことないことを話すのですごく大変なんですよ。だから、例えば、日本語でも一緒ですよ。日本語で、じゃあ僕今から、皆さん、家族愛について、じゃあ語りましょう。じゃあどうぞ始めてくださいって言ったらどうします？家族愛。家族愛どう思いますか？まあ大事ですけど、それ以外言うことないですよね。なんでかっていうと別に家族愛について熱く語ったことがないからですよ。で、英語でも別に僕について熱く語ったことないけど、なんとなく今この受けてる印象で、まあこんな感じでこんな感じでこんな感じかな、3つくらい出てくると思うんですね。で、それを、じゃあ英語にすぐできるかっていうと、英語で考えちゃうと思う人って浮かばないんですよ。でも先に日本語で考えて、まあ、なんか変で、面白くて、たまにためになるみたいな感じ、3つ出るとするじゃないですか。そしたら変。He's strange, or he's weird, or he's funny ですね。例えばその2つは分かるじゃないですか。で、3つ目が分かんないんですよ。ためになること言う、なんて言うだろうと思ったら、やっぱり英語と日本語の表現の違いの、表現の仕方の違いで、ここだと、I learned a lot from him の方がいいんですね。彼からいろいろ学んでるんですよっていう感じかな。勉強になってますみたいな感じなんで。で、日本語になってたか最初。ちょっと覚えてないんですけど、まあ、そんな感じでこう表現変わるんで、そういうの聞いてください。アイムランさんのことを思いつきました。この3つなんですけども、もうこの2つはわかりますよ。ちょっとこれわかんないなーっていうやつは聞いてください。無駄に考えないでくださいね。わかんないもんわかんないですからね。10秒考えてわかんなかったら、3時間考えたってわかるわけがないんですよ。じゃあどうするか聞いてください。教えますから。Okay? It's that simple. そんなこのシンプルなあれですよ、これね。はい。なので、たまにコメントチェックするんで、そういう時に書いといてもらえると、嬉しいかなと思います。嬉しいかなと思います。おかしいですね。嬉しいですね。普通に嬉しいです。はい。なので、書いといてください。OK? そして、もう英語で思いついちゃう方は英語でいいですよ。でも、英語だと思いつかないなっていう方は、単語は足りないんじゃない？
日本語で一回考えなきゃいけないんですよ。日本語で考えたことがあることは英語にしやすいんだけど、日本語でも考えたことがないことは日本語でも考えにくいし、特に英語では考えづらいですね。英語で考えたことがないことはすぐ出てこない。OK、そういう寸法でございます。なんか図とかあればいいですよね。なんかそういう上手に図書いてくれる人いたら連絡ください。ちょっとだけお金あげます。OK, so thank you very much for watching and please watch my lesson tomorrow too. OK, alright guys, so thank you very much and see you tomorrow. Bye. 同じことですね。Bye.